放浪亭主人、林文子、朗読、花子です。砂風の吹く、嘘寒い日である。ホームを駅員が水をまいている。ガラスのない待合室の外側の壁に持たれて、磯部隆吉は、ぼんやりと、 電車や汽車の出入りを眺めていた。靴の先が痛い。なんだか冷たいものでも降ってきそうな空合いで、ホームの中央に吊り下がっている電気時計は、四時をちょっと回って、あたりはもう暗さを漂わせて、いかにも慌ただしい。若いうちは中途半端なことに、 何の恐ろしさもなく、無償に自信を持っていたものだけれども、もう五十の歳を聞いては、中途半端でいることは何よりも不安しごくで、人間として少しも値打ちのないような空白を感じてくる。この重いつぶさに言い方しで、龍吉は刻みタバコに火をつけながら、 ぽつぽつ家へ戻ろうかと思った。磯部隆吉が満州から妙子を連れて引き上げてきたのは一ヶ月ほど前であった。誰一人身寄りもない日本ではあったけれども、戻ってみると故郷はありがたい。古い合わせに手を通したようなぬくぬくとしたものを感じた。 妻のいとこは、甲州のかじかざというところの生まれだそうだけれども、これとても子供の頃に東京へ出てきていたので、そのかじかざというところの名前がどんな文字で書かれるのかもわからなかった。東京の病院で看護婦をしていたいとこと、25年前に結婚してすぐ満州に渡り、 方店を振り出しに、北満の果てまで点々と木を変えて終戦になったのである。ハイラルでは4年ほど住んでいた。駅近くで高級食料品店を開いていて、二十歳を頭に三人の娘があったのだけれども、女房と中の娘は終戦と同時に配管で亡くなり、 長女は心境で行方知れずになり、末娘の妙子と二人で今日に至った。妙子は17歳で日本の土地を一度も踏んだことのない娘であった。同じ引上げ船で苦楽を共にして戻ってきた仲間のうちに、満鉄の社員で年配も隆吉と同じ年頃の 河辺良太郎という男がいた。家族は東京に残したままであったので、戻ってゆく住処には不自由がない。富山ヶ原の近くに500坪ばかりの辞書もあり、家も焼け残っていた。磯部はひとまず川辺の家へ落ち着いた。無一文、無財産ではあったけれども、根が楽天家で、 頬を抱き、心を含めりで、どのような環境にもびくともしない心根は、長い間の大陸放浪から来ている無欲転端にあるのに違いない。川辺の妻は、私立女学校の家庭科の教師をしていたが、川辺の厄介な道連れをあまり心よくは迎えてはくれなかった。太古の起点で、 母の形見のダイヤの指輪をズボンの裾の縫い目に妙子は閉じ込めておいた。髪の毛はジャキジャキに切って中耳炎のごとく装い、汚れた包帯を頭から顎へ巻きつけて両方の耳の中に母のプラチナの時計一つと金の指輪を一つ挟み込んで隠し持ってきた。龍吉は何も知らなかった。 太古は本当に耳が悪いのだと思っていた。包帯はところどころ血がついて、にしめたように汚れていた。十七の娘が見る影もなくやつれ果てて、痩せて背の高い姿は誰の注意も引かなかった。無事にこの三つの宝は娘の体に守られて、 故国へ戻ってきた。太古は龍吉の娘のうちでも、とりわけ器量のいい顔立ちで、日本へ戻って1ヶ月もすると、めきめきと美しさが光を放ってきた。性質は活達。新教の女学校の寄宿舎では、独夫という影のニックネームがあったくらいで、どの男の教師も妙子にあっては、 自由自在に扱われる魔力が潜んでいた。肌は朝黒く、背が高いので、年寄りは一つ二つ大人に見えた。野生的の白い歯並びの美しさが、笑うたびに何とも言えない魅力を持っていたし、太い眉と目は詰まっていたけれども、目は大きく、情をたたえてよく光っていた。 首の細いのが弱々しく見えたが、声は美しく澄んでいた。日本の土を生まれて初めて踏んだ太子は、何もかも珍しく、苦難な脱出の日の数々の思い出も、祖国に帰って十分慰められるような気がした。財産を失い、妻や娘を亡くした龍吉も、月日が経つにつれ、 一種の諦めができて、太古の持って帰ったささやかな宝石類を売って、六万円ばかりの金を作った。両太郎の世話で、池袋の商店街に小さいマーケットの出物があったのを譲り受けて、そこでささやかな酒場を開いた。名前も自分で皮肉った放浪亭とつけて、 太エと二人で一生懸命に働いた。開店の時期も良かったのか、ことのほか繁盛したし、客種も割合良くて、食料店をやっていただけに、酒だけは吟味していたので、得意の客もだんだん増えていった。中には、太エを目標にしてくる客もあり、太エはよく心得て、そうした客たちを助災なく扱っていた。 磯部隆吉は店が繁盛していったところで、それが楽しいというわけでもなく、一生懸命に働いてはいても、昔ほどの野心も欲望もなく、酒好きな河辺良太郎が訪ねてくると、隆吉は良太郎と狭い自分たちの部屋で酒を飲みながら、よもやま話をするのが唯一の楽しみであった。 店の土間は三坪ばかりで、粗末なテーブルと椅子を置き、紙張りの天井には雨漏りのお天ができているといったわびしい構えで、自分たちの部屋も六畳一間で、軍隊毛布を破れた畳に敷き、小さい電気コンロのこたつを置いた風情のない部屋であった。台所が 土間の三条で、ここだけには豊富に酒や仕入れの食料がぎっしり詰まっていた。台所の出口には、龍吉が手作りの箱を作って、そこへ白色レグホンを2羽飼っていた。朝の早い龍吉は、鶏の鳴く声が聞きたいばっかりに、鶏を飼ったのである。 満州でも、龍吉は、鶏をたくさん飼っていた。ほのぼのと開けてゆく夜明けの時刻に、竹だけしく鳴く鶏の声は、龍吉に、いろいろな思い出を誘うのである。ああ、あんな時もあった。こんなこともあったと、布団に腹ばいになって、タバコを一服つけながら、間を置いては時を告げる。 鶏の声に耳を傾けている気分は何とも言えなかった。自分に寄り添ってぐっすり眠っている太子の面差しの中に、亡くなった妻のいとこの面影は彷彿としてふっと若き日の夫婦の細やかな思い出を呼び起こす。駆け落ちのような気持ちで内地を去る時の 若いいとことの旅立ちも、今は一辺の夢になり果てて、もう苦楽を共にした妻は、冥府へ去っていないのだと思うと、なんとなく、寒々しい寂しさが身内に迫ってきた。おかしいことだけれども、女房というものは、いいものだと思えた。年をとるにつれ、たくさんの友人も、 一人去り、二人去り、浮気心で関係のあった女も、霞の世界に消えていった現在では、思い出すのは防災のことばかりである。鶏の声を聞きながら、龍吉は、暖かくお互いの体を寄せながら、弱気のひとときを語り合った楽しい日々を、ほのぼのと思い浮かべてみる。 竜吉は妻と一緒の時代にも方々へ出張するたび、その場所や時の弾みで四五人の女を知っていたのだけれども、今はその女たちの面影はまるでしゃもじのように、のっぺらぼうな顔形にしか浮かんでこない。女房よりいい女はなかったと、竜吉は心の底でしみじみと、 その恋しい女房の形見である娘と添い寝しながら、なんとない暖かな幸福を感じるのであった。この娘がどのような男を得るのかはわからないけれども、いい男を選んで幸せになってくれるといいと念じる。長いこと洗わないと見えて、娘の髪の毛が匂った。 格好のいい鼻付きから薄く唇を開いたところは防災にそっくりであった。閉じたまつげは深い影を作り、誠に憎からぬ風情で、妙子は平和な寝姿でいる。竜吉は娘の寝姿に見とれながら、子供のようにせぐり上げる寂しさに落ち込んでゆく。 財産よりも身内のものが何よりも宝だと思えた。幽霊にでもなって防災が出てきてくれるものかと妙なことを考えてみる。年齢のせいか、ひどく人生が虚無的になり、朝な朝な鶏の声を聞きながら、龍吉はぼんやりとそのひとときを 無常の境地として過ごしているのであった。風来たりて、ボートに入り、夜中沈石冷ややかなり、気変じて、時の変わるを悟り、眠らずして、夕べの長きを知る。龍吉は、 何かのしくにあったこの文章が好きで、朝白い月の残っている時なぞひとしおこの思いが濃く胸の中を巨来して、人恋しくなるのである。り太郎が時々冗談にことよせて。茶飲み友達がなくちゃ寂しいね。三十八になる未亡人があるのだが、龍吉さん、どうです 結婚する気はありませんかと言ったことがあった。今さら女房をもらって無駄な苦労はしたくないね。と言ってはみたものの、龍吉もまだ老春らしき気配はあった。まんざら女がいらないわけではなかった。通説に欲しいと思う時もあったが、妙子の成長する姿を見ていると、 もうすべて男の癒しい欲望は捨てなければならぬと悟ってもみる。今さら女房をもらって、あと何年間かつばなる繰り返しを営んだところで、それが何であろうと思うのであったけれども、いとこが病みついて亡くなってから丸5年というもの、龍吉は僧侶のような精進潔白な生活を送っていた。 幸い、その間は戦争続きで、慌ただしく過ごしていたせいもあって、別に生身な男の寂しさというものを味わったことはなかった。そうした兆しがあれば、酒を飲んで、嘘をごまかしてもいた。戦争も終わり、急転して運命が変わり、今は昔の面影もない、勝者同様の、 バラック住まいのミスボラシさに落ちてしまった。運命がすっぱりと一刀両断に切り替わってしまった現在では、もう考えることすべてが無駄である。寂しさを慰める人間の生身の相手は酒のみにあらずという考えも浮かび、老人の最後の灯火も欲しいという癒やしい欲も、 時々ほのめく時がないでもない。鶏の声は朝な朝な勇ましく時を告げた。龍吉はその鶏の声を聞くたび、同じような考えにふけり、はぁーと、とあくびまじりなため息がいくつか出てくる。ある日、 両太郎が、その未亡人を連れてきた。それは思いがけなく若々しい女で、小柄ではあったが、肉好きのいい美人ではなかったが、愛嬌のある丸顔で、未亡人といった暗さのない女であった。夫は、軍医中医で、マニラで戦死したのだとかで、子供もなく、 要塞をして今日まで何とか切り抜けてきたのだと、良太郎から聞いた。龍吉は背の高い大柄な女が好きであったが、その夫人は自分の好みとは反対であったけれども、いかにも好感の持てる風刺であった。美しい手をしていた。防災と違って色白で、きめの細かい、 それに情熱のこもった細い目元が、竜吉には素直に受け取られた。太古は知らん顔をしている様子だったが、心ではよく承知していたと見えて、甘えるような格好で、その女に洋服の仕立てを頼んだりしている。太古は機敏に相手を利用することがうまく、すぐもう寒さに向かう支度をちゃんと、 心の中に感情している様子である。何気ない見合いであったけれども、何にしてもお互いは他人同士である。もらうにしても他人同士のぎこちなさを取り払うには、狭い部屋で年頃の娘と枕を並べて寝るというわけにはいかない。妙子は看板である。龍吉は思い迷わずにはいられなかった。 後日の良太郎の話によれば、その宮内花という女性も、龍吉に好意を持っているということであれば、龍吉としては、なんとなく心が動かないではいられなかった。五十の坂を越して自分をすっかり見捨てていた時であるだけに、多少なりとも若い女性に好意を持たれることは嬉しいことである。 宮内さんは以前、うちの女房と同じ女学校にも勤めていてね。若い娘は扱いつけているんで、妙子さんにも好意を持っているんだよ。妙子さんの冬服を作るんだと張り切っていたよ。龍吉は悪い気はしなかった。宮内花は新州の生まれで、現在は姉一人の身寄りだけで、 今は大家族の姉の家に厄介になっているのだそうである。結婚の相手でも見つかれば、何とか早く越してしまわなければならぬというありさまで、越すにしても、ミシンを2台に身の周りのものも多少はあるというので、まさか龍吉のバラックのようなところに入れるわけにはゆかないであろう。良太郎の話によれば、何も君、 せっかくの縁だもの。この辺に格好の部屋を見つけて、君たちだけこすのさ。タエさんは、店へあのまま留守番に置いとけばいいだろう。というのであった。そうも行かないよ。まだ、なんて言っても、子供だもの。危ないからね。すると、涼太郎は、カラカラと笑って、 タエさんなら、君よりも大丈夫だ。とても利口者で、ちゃんとやっていけるよ。のんなら、僕から言ってもいいがね。り太郎は、一日も早くまとめたい風な様子である。り吉は、迷わないわけには行かなかった。太エと今日まで、シンクを共にしてきていながら、今さら、 自分の幸福だけを考えるのも残酷なような気がしてくる。妙子は相変わらず元気で、父親のそうした悩みには少しも触れてはこなかった。見合いをしてものの十日も経たぬうちに、妙子に灰色のスーツにピンクのブラウスが宮内花のところから届けられてきた。スーツの布地は、 竜吉が同じマーケットの店から見立てて割合安く買っておいたものであったが、ピンクのデシンのブラウスは宮内花の心遣いであったので、太子よりも竜吉はその贈り物に心をときめかせるありさまで、ノイチンも取らないという誠にありがたいほどな心意気であってみれば、もう一者千里な気持ちにならずにはいられない。 ある世の親子の寝物語に、龍吉は、それとなく、良太郎からの話だがね、と、宮内花との縁談を太子に話してみた。太子はちょっと真面目な表情で父を見ていたが、ふっと唇あたりに薄笑いを浮かべて。<laughs> 私、お父さんの幸福になることなら、何でもいいと思うわ。でも、 私一人でここに留守番するのは嫌よ。私がどこからか通ってきていけないかしら。と言った。通うってどこから通うんだいうん、私いいところあるのよ。この間から私そこへ行きたいと思っていたんだけど、お父さんが叱ると思って黙っていたのよ。 いいところがあると言われて、竜吉は何とも言えない気持ちがした。いいところと無造作に言われてみると、竜吉は急に太鼓を当てにしてきているような客の顔が浮かんだ。あれでもない、これでもないと、一人一人の馴染みの客を思い浮かべてみる。一体、いいところというのは、どこの誰のところであろうか。 不意に謀反を起こされたようで、竜吉は釈然としない。学校の友達にでも会ったのかねわざと逆手を考えて、竜吉が天井を向いたまま尋ねた。大きな物音でネズミが騒ぎ立てている。この界隈は馬鹿にネズミの多いところで、昼間でも平気で台所などに現れてくる。 うんうん。女の人じゃないの。男の人なのよ。うーん。と、竜吉はうなった。まだ子供だと思っていた年頃が、急にぐっと大人になりすました感じである。誰だ店に来る人かね。一度きりしか来ないのよ。満州にいた人なの。道で会ったの。 たった一度や二度あってお前に来いと言うのかあら、もう太子、何度も会っているのよ。昨日も一緒に遊んだのよ。なるほど。言われてみると、連日のようにどこかに出かけていなくなる時がある。別に商売に差し障りのあるほどの長い時間ではなかったので、龍吉は気にも止めなかったが、その時間が男と相引きの時だったのかと、 竜吉は腹の底でうーんとうなるばかりだ、うん。お前の年頃ではまだ早いと思うがね。どんな人物か知らんが、早く初体を持って苦労をすることも考えもんだな。第一、経済というものが成り立つまい。若い時は夢を見がちだ。別にどうしろというわけじゃないが、お前のためを思うから、 お父さんは心配するんだよ。太子はくるりと腹ばいになって、枕に頬杖をつくと。<laughs> 大丈夫よ。満州で太子が死んだと思えばいいじゃないの部屋を見つけるったって、お父さん大変なのよ。今小さい部屋一つ借りるにしても、何万円って権利金がいるんですもの。宮内さんにはここへ来てもらって、 私がここへ通ってくるわ。私に月給をくれればいいわ。そうすれば、私とても助かるんだもの。龍吉は天井を向いたまま、一言の言葉もない。太鼓はぼんやりとした表情で何かを考えているらしかったが、やがて、口笛を吹き始めた。 相手の男は何をする人だね。隆吉が尋ねた。新聞記者。新京でちょっと知っているのよ。奥さんと子供があったんだけど、奥さんは死んじゃって、女の子は親類預けてあるんだって。アパートに一人でいるのよ。この近くなの。年は35ですって。<laughs> でも、とても若く見える人なのよ。 どこかお父さんの若い時に似てる人よ。龍吉はおかしくなって目をつぶった。なるほど。我が娘ながら大したものである。体の関係があるのかないのか、いい歳をして尋ねてみるのも決まりが悪かったけれども、そこまで話がついている以上は、ただごとではないに決まっている。 死んだと思えと言われてみると、それもそうだと、隆吉はつらかった。一年余りの満州での苦労を思い出さずにはいられない。はじめは口の悪い人で、怒りっぽい人だったんだけど、今では心の優しい人だって分かったのよ。お父さんをいい人だって言ったわ。 とても順調で、この頃は私の言う通りになるの。ほう。竜吉はまた目を開けて天井を見た。小袋と小娘は油断がならぬ、とはよく言ったものだと。その時期が来れば自然に花粉を呼ぶ仕組みになっている人間の世界が。 竜吉には面白くもある。娘と二人きりで働き、時々は昔語りをして世をはかなむ具は、もうやめた方が良いのであろう。太鼓は太鼓なりに、この心細い親子の関係を断ち切って、自分の拠り所や前途を考えるのも不思議はない。急に、 宮内花の細い目元を思い出した。お前とはだいぶ歳が違うね。ええ、時々その人笑うのよ。おはん蝶えもんだって。おはん蝶えもんってなんだか知らないけど、そんなことどうでもいいのよ。一緒にいるのが幸福なんだもの。少々ひもじい思いをしても、 二人とも何ともないの。だから、私に月給をくれれば、私はそこから通ってきて、みんなにじゃんじゃん酒を飲まして、放浪手をうんと儲けさせてあげるの。お父さんだって、宮内さんをもらえば幸福になるわ。もう鶏の声を聞かなくっても、宮内さんが慰めてくれるでしょタエコはくすりと笑った。鶏の声を聞くと、 お母さんのことを思い出すねと口癖に言っていたのを、太古はちゃんと覚えていたのである。二三日して、乏しい手回りのものを持って、太古は龍吉に送られて、伊織のアパートに行った。伊織はちゃんと部屋の中を片付けて待っていた。太古は 宮内さんの作ってくれた灰色のスーツを着込んで、いつになくめかし込んでいた。大柄なせいか、二十歳くらいには見えた。腰つきも膨らみ、張り込んで、龍吉が買ってやった絹の靴下の格好も、まるで白人の女のようにすんなりとしている。ビロードの赤いゾウリ底の靴が、生めかしい感じだった。 いおりは案外若々しい男で背もぐんと高く色白な広い額が立派であった。何よりも肉付きの厚い立派な体格が堂々としていた。大柄な妙子とはいい取り合わせであまりによく似合いすぎた一組であることに竜吉は内心非常な満足を感じた。 青年はいいものだと思った。街で見かける弱々しい男とは、滑覆が違っていて、頼もしい風貌である。それに、いおりは二十代の青年とは違って、一度は女房もいたし、子供もあるという男だけに、非常に落ち着いて、話も現実的で、常識もちゃんと心得ていた。 いつの間にか窓際には妙子の日常を使っていた小さい姫兄弟も置いてある。妙子が機敏に牛肉と野菜を買ってきてすき焼きの用意をした。何もかもが龍吉の昔の新女体の思い出ならざるはない。看護婦をしていたいとことの書体を持ち始めたが、またここに蒸し返されている。 竜吉は酒に酔い、この若い者同士の心尽くしに出会い満足であった。女の子は六つになるのだそうである。細君はイオリの郷里の女で、肺で亡くなったのだと言った。竜吉は同病愛哀れむで、似たような夫婦もあるものだと思った。イオリも酔って、 黙って妙子とことを運んだのは決まりが悪いのだと言った。サラリーは2700円ほど取っているのだけれども、毎月子供の方へ500円ずつ送らなければならないので、それだけご承知くださいともはっきり言うのである。龍吉は瞳が潤んでくるような気持ちだった。その正直さが得難いものだとも思えた。 竜吉は太鼓を織のアパートに送り、戻ってくるとすぐ、良太郎に宮内の話を進めてもらいたいよしを告げた。裏口に空き地があるので、三条をたましにかかった。ミシン二台くらいと女の荷物はそこへ入るつもりであった。畳ましの許可もおり、大工も決まり、壁を壊しにかかって、 数日経っても、り太郎のところからは、何の返事もない。太いは毎日元気よく、夕方から放浪亭へ通ってきた。お父さん、急におしゃれになったのね。太いは父をからかったりしている。龍吉もまんざら悪い気もしなかったが、り太郎から返事のないのが、なんとなく不安であった。 自分で出向いていくのも決まりが悪かったので、太古を川辺のところへ使いに出してみた。夜になって戻ってきた太古は、浮かない顔つきで。お父さん、宮内さんダメよ。あの人、変な人だわ。年下の好きな人があったんですって。急に、何とも言わないで、横須賀へ行っちゃったんだって。 その人とは一緒にいないんだって。でもね、宮内さん、お父さんの話は気が変わったのよ。どうも調子が良すぎるとは思ったけど、あのくらいの女の人は、かえって、娘よりも扱いにくいものだって、河辺さんのおじさん言ってたわ。迷いの深い人は、もらってもお父さんが不幸だって思ったから、私、お父さんも諦めるでしょうから、断っておいてくださいって、言ってきたの。 おじさん、またいい人が見つかったらお世話しますって、明日あたり伺うって言ってましたわ。龍吉は内心穏やかではなかった。すっかりもらうつもりで楽しい夢を描いていた。鶏も,鶏も鶏も店に使うつもりで、新しい妻の寝覚めの心遣いまでしていた自分の気持ちが惨めになってきた。 粗末な木口ではあったが、木の香りの匂いが、今では不安を誘う匂いは変わった。龍吉は、良太郎に聞いた横須賀の宮内の住所を訪ねてみるべく、思い切って今日は東京駅まで来たのであったが、幾度となく出入りしている電車や汽車のものすごい音に、 気持ちが重く屈してくるのを感じた。はずみだけでこの老人を捕まえて見合いをさせられたのはやりきれないことだが、今さら女を追ったところで線もないことであるに違いない。しばらくホームに立って賑やかな乗り降りの人の群れを見ていると、龍吉はしみじみと、 孤独を感じた。今らサネモリ気取りでもあるまい。このまま、居酒屋放浪亭の親父で終わることもいいではないかと、ふっと、あたりを見回した。十一月の寒々とした気配が、こうした草木のない駅の中にも、ひそやかに漂っている。 乗る人、降りる人、皆それぞれに営みがある。龍吉はまた明日から、鶏の時を告げる声を聞かなければならないだろう。それもまた、まんざら楽しくないことはない。人間の心というものは、 いつまで経っても、こうした弾みを食って、どうにもならぬほど気持ちを追い詰める時があるものだと。龍吉は人生五十年の自分の年齢の灯火のわびしさに思い至り、冷たくなった靴の先を踏みしめて、商船のホームの方へ、 降りていった選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集文芸、ホラー、スリラー、サイコサスペンス人生に潜むミステリアスな空間の数々 おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。